どうもこちら、テトリスを愛し、テトリスに愛された男、アメミヤです。今日もバーサスレート世界一の解説をやっていくと思います。じゃあ、見ていきましょう。このツモは、開幕パフェ済みじゃないかな。パフェですね。パフェ済み。それに対して相手が、開幕の TSE だが、ちょっと、テンプレではないような普通な積み込み地区の TSE ですね。そっから、中開けテトリスで火力作っていくが、俺がそこ、ジェミノの置きミス。さあ、これが痛いぞ。削ってて、なんとか T スピンダブル間に合わせるが。さあ、総裁間に合うか。3ライン結集して。T ミノ置いて。アイミノに削って。アイミノ間に合うか。いや、間に合わないですね。さすがに。遠すぎる。あと1、2、3、4、5手ありますね。さすがに間に合わない。間に合ったとしても、これはもう、差し切られるんじゃないかな。相手のまあ、地形が良すぎるので。ジェミノの置きミスが致命傷になって刺さりましたね、結果的には。さあ、今回もパフェ済みで、相手がジェミノの置きミスして、3ライン消しで妥協してきたが、その3ライン消しが見事に、パフェを阻止されていく。直列で来ているものの、まあ、まだまだ、戦況的には五分ですね。さあ、ダブルダガーで火力保持してって、まとめ打ち体制強い。さあ、相手に穴場で行ってるんで、これ有利ですね。テトリス、ティースピンダブル、一回削って、テトリス受けて、テトリス。これが重要ですね。相手の攻撃を一回、あえて受けることによって、相手の方に火力が相当いくと。さあ、相手、エルミノの置き道辛い。刺さっていく。エルミノを置いて、ゼットミノを置いて、ゼットミノを置いて、アイミノを置こうとしたのかな、多分。しかし、エルミノがちょっと、空振りしてしまい、空振り三振といったところか。今回は、DD4 ですね。DD4 組んでいき、そこに下穴が来るのは強い。なぜかというと、T スピントリプル打った後に T スピンになるから。こんな感じですね。しかし、T スピンは打たずに、無難に削っていった。妥協していきましたね。妥協してって、テトリスにして、T ミノで屋根つけて、T スピンダブル。下穴的には相当直列できてるので、まあ問題ないでしょう。バックトゥバックつけてから、シングルでテトリス。で、バックトゥバック付きの攻撃無難に送ってって、相手も。いやーでも相手相当穴場でいってるんで、これは有利だと言おうとしたところだが、こちらもジェイミノの置きミスしてしまう。どうだろうなー。まあ、穴的にちょっとだけ有利ですかね。テトリスにして。ちょっとだけ有利だけど、まあ、これを、この程度のまあ、有利不利はそこまで影響しないと思うので。さあ、5連までのホリレンヌルート。だが、しかし、相手も7連までのホリレンヌルート。できれば今のテトリスにしたかったかな。かなり妥協気味にいってますね。さあ、T スピンシングルから。相手 T スピン組んで、エステティックマジックからのテトリスかな。テトリス。しっかり、無難に操作やっててって。テトリスを操作やってて。これ、いい積みですね。しっかり、ジェイミノまで掘れる積みで、いい掘り。しかし、総裁外しからどんどん火力ゴリゴリに来ている。ジェルネールテトリス、エステティック。こちらはまあ、掘りの体勢ですね。しっかり掘ってって、無難に掘ってって、2ライン消しから2ライン消しでテトリスまでですね。さあ、相手は、引き続きドネイト連打の火力重視。ここでまとめ打ち体勢で、テトリス、Tスピンシングル、TSD テトリスの地形、総裁外しから、2発まとめ打ち強い、3ライン消しを総裁外してテトリス、それをなんとか T スピンダブルで総裁間に合って、これそうですね、アイミノまで掘れる、強い。さあ、シングルから、ダブルにして、ジェイミノを禁止してしまった。しかし、まあ、アイミノで削ることはできるので、まだ続きそうですね。さあ、削っているが、しかし、やはり置きミスしてしまった分、ちょっと地形が高くなってしまう。テトリスからティスピンダブルまとめ1。しっかりテトリスに操作やってて、相手が、大身の置きミスでした。それを火力にしてって、なるほど。そこで、おー、なるほどね。トリニティっぽい形にしましたね、相手。今の、リカバリ、うまい。DT4 にして、DT4 みたいな形にして、残りの形が STSD になるやつですね。しっかりまあ、ティーミノも来ていたので、判断的には悪くないですね。ああいうのって、そのティーミノの消費量が激しいから、組まない方がいい場面の方が多いんだけど、今のはまあ、ティーミノが来て、ちゃんと来ている場面だったんで、
かなりいい組み方でしたね。さあ、テイスピンから、テトリスにして、テトリスで、ここでよく相手見ながら、一回今フェイントかけたけど、相手 T スピン妥協しましたね。しっかり T ミのね、二段消ししたのを見て、一応まあフェイントかけたって感じですかね。さあ、火力を送って刺さっていく。かなり長い試合ですね。長期戦の試合だった。さあ、DT ホーク出て、TSD パフェはないか。TSD パフェはないが、相手がエルミノのキミス。アイミノの回転に、あれは理論上入ったっけな。あれは、入るか、一応入るか。しかし、その後の置きミスで、普通に刺さっていきましたね。ただ、その入力がむずいんだよな、ああいうの。ああいうの、あそこだから、うん、まあ、一応入るよな。一応入るけど、ああいうの、まあ、その操作難しいんで、あ、普通に、もういいやって感じで、ああいうのを置いて、リカバリーしようとしたところに、上部でまた置きミス してしまって刺さったといった感じでしょうかね。もう一つ見ていきましょう。あんまりその操作に時間かかってるようだったら、もう、いっそのことは即座に諦めて、違うことして、手数稼いだ方がいいっていう場面もまあ多いので。もういっそのことは諦めるっていうのもありですね、ああいうのは。さあ、テトリス打って、中開けテトリス体制、相手も同じですね。さあ、お互い火力出そうな地形ではあるが、SDSD 組んで、相手が直列で行ってるんで、相手の方がちょっとだけ有利かな。さあ、こちら削りながら、掘りに行く体勢。火力で勝負するとちょっと不利になってしまいそうなんで、掘りで言う、アドバンテージを取っていこうという形ですね。しっかりとした総裁外しから、TSD テトリス。テトリス総裁して、テトリス総裁外されて、T スピン総裁当てる。さあ、総裁の、総裁外しと総裁の当て合いが続いている。さあ、ここで総裁外し。LJ イリュージョンからテトリス。しかし、ちょっと地形がデコボコしているんで、掘りにくそうだが、しっかりうまく掘り連にして、Z ミの S ミのまでか。S ミのまで掘っていって、二段消しからテトリス。で、テトリス再生ですね。テトリスから、一回削ってて、相手が、7連までのジェルネイル、強い。一回相手ここで見て確認しつつ、テトリス打って、平積み体制ですね。平積み体制で、総裁をできれば外していきたいところ。外したのが直列できたんで、これは美味しいですね。しかし、ちょっと、うまく平積みするのに苦戦している。今のは Z ミノで先読みしない方がいいですね。先読みしてしまうと、後々の地形が悪くなってしまうので、ああいうのは T スピンを作らない方がいいですね。さあ、無難に掘ってって、アイミノまで掘るか。アイミノまで掘ってって強い。T スピンダブルで。しかし、相手も、4連。ファンデーションまでの4連の掘り。だが、アイミノを気密してるぞ。アイミノを無理やり相手引きに行って、間に合っていく。さあ、強気に外して、テトリスだが、これテトリス間に合うか。間に合わないと辛い。厳しいですね、さすがに。ちょっとテトリス引きに行って、可能が良くなかったが、これ、掘りで妥協するべきだったか。ちょっとまあ速度は。でもまあ迷ってなかったんで。まあ判断的には、ミスったものの、まあ間に合わせようとした速度を出していたので、まあ、これはちょっとしょうがないといった感じですかね。引きに行って、その迷って刺さってしまう状態だとダメだけど、まあしっかり迷わず、引きに行っていったので。気に入って間に合わなかったのはまあしょうがないですね。さあ、ホリネルヌーから相手 TSD 構えてる。しかし地形的にはそこまで良くないのをしっかり見て総裁外しして、ちょっとテトリスにしてしまうと後々の地形悪くなるんで、三連消しで妥協しましたね。妥協して T スピンダブルからちょっと一回削ってって地形整理して、大見ので先を見しつつ T スピンダブルからテトリス。さあ、これは有利。しっかり、できればテトリスにしたいところだったけど、ここで T スピンダブルテトリスの形にしたか。総裁外してって、TSD テトリス。これはまあ有利ですかね。しっかり外して、しかし T スピンシングルだからそこまで強くない。しっかりテトリスにして、もう一発テトリス。
さすがに総裁させないんで、今のは総裁を当てに行きましたね。総裁を当てるというか、まあ、総裁を外しに行かずに、単純に打ったという感じですね。さあ、3ライン消しで、相手2ライン消しから掘れる、まだ、歩みのまで強いぞ。で、しかもその後の地形も強い。これをしっかり相手見なきゃいけない。ジェルネイルからテトリス。若干置き水は挟まってるけど、割とまあ直通できているので。まあ問題はなさそうですね。しっかり相手 STSD で、エステティックからエステティック。こちらも LJ、LJ で操作やってて、掘りに行って2ライン消し2ライン消し。相手が、相手まとめ1対戦ですね。テトリスから TSD。で、受けてから、ティースピンシングル送ってるけど、ちょっとこれ、バックテバックをここで途切れたの痛いですね。ティースピンシングルかな？掘れるかこれ。エルミの、アイミの、エスミのまで。3ライン消し、大丈夫か？ティースピンダブルにして。相手しかし置きミスしてるぞ。さあ、お互いちょっと危ない状況だが、ファンデーション。どうだ？ T ミノ、あー、Z ミノから行っちゃったか。T ミノ、Z ミノといけば掘れたような気がするけど、ちょっと判断ミスりましたね、これね。屋根をつけると刺さってしまうし、ってか刺さってしまうんで、Z ミノに削りに行ったけど、T ミノで削るのが正解でしたね。ああいう、まあ判断難しいな。本当は屋根をつけようと思っていたので、Z ミノを使うっていう、まあ思考が自分の中にあったのだろうか。Z ミノを使ってしまい、ちょっと地形が悪くなってしまい刺さる。さあ、これ DT 北見に行った。途中 DT。しかし相手の火力が高め。しっかり操作当ててから、無難に行って、掘りに行く体勢だが、地形的には辛いですね。しかし、エルミノまで掘れる。強い。しかし相手のまとめ値の方が強いかな。いや、完全総裁か。完全総裁なら、まあ、まだまだいける。一回削ってって、しっかりテトリスにして、テトリス総裁当てる。バックトゥーバック付きだったんで、一ライン来ましたね。さあ、だいぶ競り上げられて、T スピントリプルだから火力が高い。さあ、掘ってって、ここまで、これがしっかり総裁外されて、厳しいか。一ライン消しになってしまうと、自利品だ。ああ、刺さってしまいますね。今の上部で正面したけど、今のもどうだったかな。積んで、多段消しにした方が良かったかもしれないですね。1ラインずつ、掘り連で消していくのは、まあ、あそこの状況じゃあんまり火力にならないんで、無理やりでも、テトリスとか3ライン消しとかにした方が良かったかもしれなかったですね、この試合は。判断的にちょっといまいちだったかな、今のも。まあ、ああいう上部はな、本当に難しいからね、その判断するのが。T スピン作りに行くか、掘りに行くかとか。掘り連にするか、ここで一回切って、積んで総裁を当てるかとか。まあ結構ね、相手も、まあしっかり見てる人なんで、まあそういったね、まあ駆け引きというか、まあ状況判断能力っていうか状況判断を、正確にやるのはめちゃくちゃ難しいんですよね。といったところで、まあとりあえず、相手を、見ることは前提で、それを見た上での状況判断が非常に難しいので、そこを頑張っていきましょうということですね。あ、じゃあまあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。